2024年7月26日の金曜日、金曜ロードショーは、はい、トイストーリーですと、はい、これは安心して見られる、トイストーリーなら、はいはい、生身の人じゃない、はい、ストーリーなので、はいはい、なんて言うんでしょう、残酷描写、例えば銅から落ちたとかでも、はい、あまり心に傷は負わないんですね。安心して見られる。いや違うな、そういうストーリーだからか、子供向けのストーリーだから、子供向けだからか、いや大人も耐えられる子供向きのものだからか、はい、例えば家族で楽しめる、うん、はい、あの例えばあの響けユーフォニアムっていうのはアニメなんですけど、はい、結構リアルな、はい、高校生のブラスバンド部、はい、吹奏楽部の話なので、はい、なんかその、選抜に選ばれる選ばれない、はい、あんだけ練習したのに、はい、2年、1年の時はレギュラーだったのに、はい、2年生に上がったら他の編成が増えたからこっちが削られるとか、はい、結構なんかリアルなんですね、はい、落ちる落ちないとか、はい、なんかね苦しいんですよ見てて、はい、なんかちょっと、はい、何言うんでしょう、無理と思うんですね。それが面白いんですよね。うん、そう、それが面白くもあるんですけど、はい、なんかそこが面白い、あの見れる時と見れない時があるんですよ。はい、で例えばルックバックって今大流行、はいはい、7月初旬ぐらいに見たんですけど、はい、あれは見れたんですか。はい、それは見れたんです。それは何も前情報がなかったので、はい、無理って思わなかった。流行ってるよっていうのだけで、はいはい、あこれはもうクリエイターなら見に行かなきゃと思って、はい、で見に行った、はい、で見れた、はい、ね、それは無理ってならなかった。あ、そうならなかったです、はいはい、あもうあただ、はい、号泣しつつも、はい、死んじゃうじゃないですか。そうですね、はい、のとあれで落ち込んだのは、はい、なんて言うんでしょう、あちら側に行ける人と、はい、あちら側に行けない人の差、はい、要はあちら側、はい、っていうのはまあ、例えばチェンソーマンの作者みたいに、はい、ドンって突き抜けた人になれる、はい、人と、はい、突き抜けられない人、はい、一般人の差はここだよってドンって引かれた感じがしていて、はい、なんかストーリーに感動しつつも、はい、ああ俺ってだからそれ自分で引いたんですよね多分引かれたんじゃなくて自分で引いたんですよっていう見方をしたんですよ、はいはい、でそのルックバックの映画は、はい、結構そのワンスアポンタイムインハリウッドっていう、はい、そのクエンティン・タランティーノ、あ、はいはい、の話は一緒だよみたいな、はい、話は一緒というか、手法というか、はい、要は過去にあったはい、事件を、はい、別の軸で、はい、こんな解決法があったんではないのみたいな、こんな解決法があったらねみたいなのを描いた映画なんですね、はい、でそれを見てワンスルックバックを見て、はい、ワンスアポンタイムインハリウッドを見て、はい、こういう話めちゃ面白いと、はい、でそのタランティーノのワンスアポンタイムインハリウッドは復讐三部作って言って、はい、イングロリアバスターズっていうのはナチスの時代にナチスをこんな風に痛めつけるみたいな、はいはい、結局あのヒトラーって自殺するじゃないですか、はい、自殺は許さないよみたいな、こんな要は史実じゃない、はい、史実じゃないんですけど、何の話をしてますか。僕の話をしてます、はい、で、はい、あっていう映画とジャンゴっていう映画があって、はい、それはアメリカの南部の黒人差別があった時代に、はい、その黒人差別をやっていた白人を痛めつけるっていう、はいはい、映画なんですね、はい、でそのワンスアポンタイムインハリウッドが面白かったから、はい、じゃあジャンゴも見ようと思って、はい、でジャンゴを見るんですけど、それは結構その途中でですね、白人が黒人
を、痛めつける描写が結構えぐいんですね、はい、犬に食わせるとか、はい、まあ、鞭打つは当然として、はい、何か失敗があった時に灼熱の大地の中で鉄の箱があるんですけど、はい、失敗したからその鉄の箱に閉じ込めてるんだよみたいな、はい、罰を与えてるシーンがあるんですが、はいはい、もうちょっとそこで見られなくなってですね、はい、もうちょっと苦しいと、はい、っていう経験があって、はい、なんかまあまあ僕って、はい、繊細なところがあるなと、はい、なんかいや映画じゃんなんですよ、はい、映画で星 4.3 の名作じゃんなんですよ、はい、分かってるんですよ、あいい映画なんだろうな、はい、で YouTube でジャンゴって探す と、はい、ライムスターの歌丸さんがすごい褒めてるみたいな動画も上がってるんです、ね、はい、でその映画を見て歌丸さんが何て言ってるかみたいなのを見るのも好きなので、はい、それを楽しみにジャンゴも見ようと思ってたんですけど、はい、ちょっと苦しいと、はい、っていうのを思っていて、あ確かに前こんなような話を大月健二さんもされていて、はい、大月健二さんが何が最近見れなくなったかっていうとノルマンディ上陸作戦を描いた、はい、プライベートライアン、はい、私は、まあ、それは見ることができたんですけど、はい、その大月健二さんが言うには、はい、なんかもうそういうなんか肉体欠損する残酷描写がもうちょっと見れなくなったと、はい、いう話をされていて、はい、まあ、大月健二さんは結構打つ経験者でもある人なんですけど、はい、そんなこともあるんだねって若い頃はそうやって聞いてたんですけど、若い頃、はい、まあ、4,5 年前は聞いてたんですけど、そのジャンゴを見てる途中に、はい、なんか気持ちわかると、はい、なんか大月健二の気持ちがわかる、わかる、いやそういうなんて言うんでしょう、人が傷つく映画が、はい、まあ、僕はちょっとアニメでもちょっと苦しい時はあるんですけど、はい、見れる時もあります、はいはい、見たい時もありますっていうのがあって、あなんか若干そういうのがあるなとかっていう人は、まあ、結構いるのかなと思うんですよ、はい、で繊細っていう話かもしれない話、はい、でじゃあ、はい、ここで皆さんと今日一回、はい、こんな本を購入したんですね、鈍感な世界に生きる敏感な人たち、はい、っていう、僕もこのねっていう本を読みました、はい、で僕はこのタイトルでもちょっともう引っかかるんですけど、はい、鈍感な世界に生きるって書いちゃうと、はい、なんか鈍感な世界が悪いって言ってるみたいじゃんって思いません？思わないです、まあ、中身次第です、ね、なるほど、はい、もう僕はなんかそこでね、なんかちょっとそうやって書かれると、はい、もしか敏感って言ったらね、じゃあお前は鈍感って思ってないんだって思われちゃうじゃんって思うんですよ。その、まあ、内容がですよね、はい、僕は多分、なるほど、はい、ディスってるかどうか。で、まあ、僕今日ちょっとこんなタイトルにしたのは、はい、要は僕はなんか HSP と思ってはいけないって思ってる。思ってはいけない。いや HSP っていうと、はいはい、なんか本当の HSP、 本当の HSP の人に、はい、お前 HSP じゃないよって言われるのもあるし、はいはい、なんか多分本物は言わないですよ。なるほどね、偽物が言うと。なるほどね、なるほどね、はい、でいやでそういう偽物、はい、じゃあ俺偽物かもしれないから、はい、言えないよねとか、はい、っていうのもあるよねとか、はい、鈍感な世界に生きる敏感な人たちっていう題にしちゃうと、はい、あ敏感と鈍感に分けるんだって、はい、分けていいのとか、鈍感ってちょっとディスってるよねとか、ディスって僕はディスっていいんだろうかみたいなのに思わないって思うんですよ。いや鈍感がディスってるとは、なんか敏感もディスってるじゃないですか。なるほど、作者は私は HSP ですって言ってるんですけど、はいはい、あそこは気を使わないんだとか、はい、何に気を使うって思ってるので、はい、ちょっとなんか敏感かもしれないですよね。で、はい、ちょっと今日は、はい、まず皆さんと HSP か
どうかを、はい、ちょっとテストをします。この鈍感な世界に生きる敏感な人たち、はい、世界的ベストセラー、世界24言語に翻訳とあるんですけど、はい、これをもとにちょっと皆さんでその HSP 度数を測り、はい、で、まあ、この本で書かれている HSP はこんな人だよっていう紹介をさせていただければなと思ってます、はい、でゆくゆくはこのライブがですね、はい、そういうなんかまあ書き込みの場、なんか前私、はい、あの編集してる時に、はい、なんかディズニーのオルゴールが流れていて、はい、なんかそのディズニーの閉店間際で、はいはい、閉店間際をのライブカメラに、ディズニーのオルゴールの音楽が流れているサイトが YouTube があるんですよ、はい、でそこにはなんかその生きづらいみたいな人の書き込みがバーって溢れてるんですけど、はいはい、でなんかここに来ると安心しますみたいな、はい、なんかそんな場が作れるといいのかな、はいはい、いや僕は違うかもしれないよ、はい、繊細さんじゃないかもしれない。それはオルゴール流しておいた方がいいんじゃないですかなるほどね、はい、この HSP って多分共感だと思うんですよね。うん、入ってくる感じです。入ってくる、入ってくる、入ってくる感じです。この、まあ、共感して、はい、もう分かるってなる感覚。そうですね、はい、もうこの診断も、はい、難しいじゃないですか。診断は事故ですよ。事故が難しいじゃないですか。でも誰にも発表しなくていいですし、あそこで共感してすっきりするみたいなもんだと思うんですよね、はい、うんうん。でまあ、この繊細かどうかなんて分かんないじゃないですか、はい、もう完全に自分の主観ですよね。あ、主観でいいです。あ、いいとか悪いとかじゃなくて、はい、あ、何を言ってますか。いや、この主観でいい、はい、って何の当てにもならないなと思ったんですよねあ、なるほど。共感するかどうかの話、はい、で、あとまあ僕が思ってるのは、まあお医者さんとかも言ってますよ、はい、HSP なんてないよって、そんな病気はないと、はい、病気はないですって言ってます、はい、がもうあの老子じゃないですけど、はい、HSP っていう言葉が生まれ、はい、それがある程度認知されたのであれば、はい、もうそれはあるんですよ、はい、そうだと思う人があれば、はい、あるんだろうなと思ってます。そういうものですよねって話。あ、そういうものですよね、はい、と思ってます、はい、なんで善悪もないと老子は言うが、はい、善と悪っていう言葉が生まれたから、はい、善と悪が生まれたんだと、はい、そういうことかなと思ってます。言葉がなくても生まれそうですけどねなるほど、はい、で多分ここは繊細な人と、はい、繊細じゃない人がやってるかもしれません。その繊細の線引きができないって話ですよね、僕が言いたかったのは。はい、はい、で僕はその言葉の意味はよく分かってないんですが、はい、主観じゃないですか。で主観でいい。僕は繊細じゃないと思ってるけど、はい、繊細の可能性ありますよね。あ、ありますあります、はい、じゃあ繊細かどうかって分からないですよね。あ、でもで僕は、はい、あ、でここで書いてあるのは、はい、繊細と自分で採点して、はいはい、何点以上の人はあのHSP の可能性がありますっていうのがあるんですね、はい、でも自分でやってみてそうだったんなら、それでいいんじゃないと思ってます。はい、はい、主観ですよ、はい、はい、こう客観的に事実は何もないなみたいな、ないとは思います、はいはい、でそれが、はい、とても大切だと思っているのであれば、はい、そういう専門機関を受ければとは思ってます。はい、はい、でここはそういう専門機関じゃないですけども、はい、目的としてはなんかそういう書き込みが増え、はい、それを見に来た人が明日も頑張ろうって思うならそれはそれで幸せじゃないと思ってます、はいはい、っていう試み、はいはい、うまくいくかどうかは分かりません、はいはい、というところで、趣旨の説明をこんな時間をかけてやってしまいました、はいはい、申し訳ございません。